それでは読売新聞社の前田記者、進行お願いします。読売新聞の前田です。よろしくお願いします。よろしくお願いしまそれでは幹事社から、記者クラブを代表して質問します。大晦日から、1月3日まで続いた荒天の影響について、現時点での被害の把握状況は、どういう状況なのか、また、雪や波浪、暴風で被害のあった施設、農林水産業への支援は今後、どのように行っていく方針なのか、お伺いします。年末年始にかけての大雪、暴風、波浪による被害は、総額40億6900万円余、そして、クリスマス前の12月22日から23日にかけての暴風、波浪被害については12億600万円余という数字になっていますけれども、まだ調査中のところもありますので、これはさらに増えていく見通しであります。かなり大きな額でありまして、去年の津波被害をはるかに上回っていますし、今回の大雪の関係では鳥取県や島根県よりも大きな数字になっていると思います。農業、林業、水産業、これは漁港も含みます。そして土木施設の被害、それぞれ、多額に上っておりますけれども、水産関係被害が、年末年始の関係で26億2000万円余、クリスマス前の暴風波浪で7億3300万円余、漁港施設関係が、年末年始5億700万円余、クリスマス前が1億3000万円余ということで、水産業関係の数字がかなり高くなっているところであります。で、それぞれ、沿岸の方、強風波浪を中心に被害を受けたところ、また山沿い、大雪により主として被害を受けたところ、また水産業か農業か、そして水産業でもこの船、養殖施設、またそれぞれのこの品目ごとに違いがありますし、農業関係、林業関係でもまた品目ごとに様々違いがあるなど、被害の様態が非常に多様であることが今回の災害の特徴であります。今朝の町議においても、市町村と連携しながら、また関係団体と協力しながら、きめ細かくですね、被害の状況を把握しながら対応していくように指示を出したところであります。以上です。この荒天の影響で、県単独での支援というのもあると思うんですけれども、他県との共同で激甚災害指定という方法ともあると思うんですけれども、国への働きかけについてはどのようにお考えでしょうか。国の方でもまだきちんと把握できていないんじゃないかと思いますので、いろんなルートを通じて、早速国の方にもどんどん情報を提供していきたいというふうに考えています。被害金額、大きい数字でありますけれども、他県の状況、また岩手においてのさらなる積み上げ等々、的確に国の方にも伝えながら対応していきたいと思います。この質問に関連して各社から質問があればよろしくお願いいたします。NHK の橋本です。よろしくお願いします。今、国への働きかけという点で、やはりまだ国での動きはまだないのかもしれませんが、その激甚災害指定を受けるような働きかけを強めていくといいますか、そういった方向性などは今、お考えはあるんでしょうか。被害の、額、数字が集まらないと国の方も対応しませんので、いち早くそれを集めて提供していくということが大事だと思っています。質問がないようなので、他に各社から他の項目で質問があればよろしくお願いいたします。
おはようございます。岩手日報の斉藤です。おはようございます。岩手競馬についてお伺いします。昨日技能でですね、通常開催が終了しました。発売額の実績は計画値を、若干下回る結果になったことについての受け止めと、いずれ収支均衡について今後調整が進むと思うんですが、その見通しについて今どのようにお考えか、はい、お願いします。年末年始いろいろこう重賞とかいろんな企画イベントもあって、そういう盛り上がりはあったんですけれども、一方でこう大雪ですとか、気温の著しい低下でありますとか、そういったマイナス要因もあって、計画値に達しなかったのは残念で、ありますけれども、まあ、こういった時にはきちんとコスト調整をして、赤字を出さないようにしていくことでありますので、そこはきちんと対応していきたいと思います。その見通し、まあ、今今年はすでに一期二期とコスト調整をしてですね、まあ、その時も大幅に調整しているわけですが、まあ今回計画値を、まあ、2億6500万円ぐらいですか下回っているわけですが、この、まあ、なかなかコスト削減などもですね、厳しい状況だと言われてきているんですが、その見通しについてですね、まあ、確実に達成できる状況なのか、今、はい、はい、12月中にすでに農林水産省の方に平成23年の競馬開催について届け出を出しているところでありまして、23年も岩手競馬やっていくということで、前提として22年の収支をきちんとまとめていくということは必要ですし、可能だと思っています。ありがとうございました。お願いします。はい、年末にですね、国勢調査の人口の速報値が発表になりまして、岩手県の人口が大幅に減っていると、あと直近でも出生数などが発表されて、やはり自然減のが大きいという現状があります。人口減少対策についてどのように取り組んでいくのか、一言お願いします。はい、基本的には一方でこう産む自由とか、あるいはどういう形でこう家族営んでいくか、そういうライフスタイルに関する自由というのはあるわけでありますけれども、その一方で、この景気雇用の悪化によって、やむを得ず県外に出なければならない、あるいは戻ってきたいけど戻れないということについては、これはそういう原因を取り除いていかなければならないと思っておりますし、また出産ということについても、そういう経済的要因でありますとか、あるいはこの子育てというのがうまくいかないというような社会的要因によって、本当は産み育てたいんだけれどもできないということについては、その要因を取り除いていかなければならないと思います。でそういうネガティブな経済社会的要因というのはまだまだあると思っておりますので、そういったところを取り除くような対応をきちんとしていくことが県としても必要と考えています。実際にどういったその方、まあ、なかなか難しいとは思うのですが、実際にどういった手段、方法がある、政策があるというふうにお考えでしょうか。いや、難しくはないんでありまして、経済雇用対策というのはまず基本であります。で、これは、もういろんな産業振興とか地域振興とか、そういったさまざまな手段で、政策的に取り組んでいくことでありますし、また子育て支援的なことについても、いろんな情報提供でありますとか、それからお母さん方、お父さん方のこのいろんな問題解決の場、ネットワーク作りでありますとか、いろんなやり方がありますので、そこはどんどんやっていきたいと思います。最近は企業でもですね、こうそういう子育て支援的なことを普段からやらないと21世紀にふさわしい企業ではないということで、
全国的にもあるいはこう岩手の中でも子育て支援的な取り組みが進んできていると思いますし、市町村は、まあ、これはだいぶ昔からそういう人口減少に対応していくっていう取り組み、過疎化への取り組みっていうのは市町村はかなり昔からやってきていることで、まあ、そういったことを基本的なことをしっかり続けていくということも大事で、県もそういうところと連携しながら、企業や市町村と連携しながら取り組んでいきたいと思います。すみません、最後に最初の被害の話で聞き忘れたのですが、県としての支援というところのご発言がちょっとなかったような気がしたのですが、そこについてはどのようにお考えでしょうか。いろいろこう多様な被害状況でありますので、それら状況を把握しながら必要な対応を県としてもきちんとしていきたいと思います。すみません、タイガーマスクがですね、岩手県にも出没しましてですね、花巻市の、ショッピングセンターに、まあ、この場合は お金ですけれども、ということがあります。まずその全国にこういった動きがあることについての知事の所感とですね、あとその花巻にもこういったことがあったということで、まあ、ご感想といいますか、一言あればお願いします。はい、私はタイガーマスクの漫画は本当物心つく頃に、盛岡市内近所に貸し本屋があって、その貸し本屋でコミックスをこう借りて、読んだ、本当こう生まれて物心つく頃初めて読んだ漫画の一つがタイガーマスクでありましたので、その伊達直人っていう名前の意味とかですね、その趣旨はすごいよくわかるんで、この懐かしさを覚えるとともに、そういう気持ちっていうんですかね、そういうことがこう善意っていうのはいろんな表現の仕方があると思うんですけれども、このそういう漫画をめぐる、アニメにもなってますけど、漫画アニメとかをめぐる共通体験の中で何かそういうこう世代を横につなぎつつ、また世代をこう超えて縦にもつながるようなこう善意の表現の仕方があるっていうのはいいなと思いました。あ、すみません、まあ、昨日成人式だったわけですけれども、12月に県の方でもう調査したんですが、20代のですね、まあ、来年、来春というか4月統一地方選挙なわけですけれども、20代の、政治への関心について県の選管の方でもですね調査して、非常に投票率、20代の投票率が低迷していて、政治への関心が低くなっているというところがあったんですが、まあ、知事選、まあ、統一選も控えてですね、こういう若い方の政治への関心が低くなっていることについて の、まあ、感想とですね、まあ、これ対策というかどう取られていくかということも含めてお願いします。まあ、この若いうちは何でも思い切ってやってみることが大事ですし、また世の中のことをこういろいろ知るにあたっては、黙って座っているだけでは、あるいはこうちの中にいるだけでは、なかなか世の中のことを知ることはこう難しいわけでありまして、自分からアクションを取る、行動する中で、やってみたけどこうなんだなとか、やってみればこうなんだなとか、こうやってみなきゃ分かんないことというのが実際の世の中には多いので、そういう意味で思い切ってどんどん何でもやってみてほしいなと思いますね。その外国への留学が減ってるっていうことも残念だなと思っているんですけれども、若い世代にとってのその政治っていうのは、すでに何かこう議員や首長を
辞めた人というのはこう20歳ぐらいの人にはいないわけでありましょうから、すべてが分かった上で政治について何かこう見解を持っているというわけではないと思うので、そういう意味では政治もですし、いろんなことにどんどん思い切って挑戦するっていう、そういう勢いを若い皆さんには期待したいと思います。ありがとうございました。まあ、その中でですね、まあ、昨日おとといですか、県内でも成人式が行われて、まあ、成人の声というのがなかなか将来についての、不安ですか、まあ、例えば年金とかですね、問題が不安だとかですね、就職が不安だとか、そういう不安の声が結構多かったんですけれども、まあ、改めてその知事からその今年の成人に迎えられた人方へのメッセージというかですね、はい、お願いします。まあ、こうやってみなきゃ分かんないですし、またやってみればいろいろ分かっていくというのがこう世の中でありますので、こう自分がやりたいこととか、自分がこうなりたい、ああなりたいっていう、そういう目標とか、そういうものに向かってどんどん思い切ってその行動をしていく、アクションを取っていくっていうことを、期待したいと思います。でそういう経験の中でこう自分なりの世の中理解というものが進んでいくと思いますし、分かんなかったことが分かるようになり、できなかったことがこうできるようになる、そういう道をどんどんこう進んでほしいと思います。ありがとうございました。質問の方はよろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして記者会見を終わります。お疲れ様でした。